はい、こんにちは、Qさんです。いつもありがとうございます。久しぶりに部屋に帰ってきました。今ですね、ちょうど1週間の滝行に入っておりまして、その間の5日間は断食をしています。一応ね、果物はね、いただいてるんですが、ちょうど2日目でかなりね、お腹空いてるんですよね。で、さっきまでね、すごい頭痛があったんですよ。さっきと朝ぐらいかな。だけどもう、だんだん、軽くなってきまして、この断食も3日目になると結構楽になります。で、それが5日目ですね、最終日になったりすると、あ、俺まだいけんじゃないかなっていう気になるわけですね。そうやって僕は、まあ、内側からも外側からもね、断食と滝行ということで、浄化をしまして、なんとかね、そうやって自分を保ってるっていう感じなんです。今日はですね、じゃあテーマに入りますが、潜在意識を活用した願望実現という、まあ、この動画では何回も言ってるところなんですけども、ちょっと違うアプローチですね、あるノウハウを紹介したいと思います。この方法でやるとまた一段と願望実現の速度が加速するというやり方ですね。それはなんでその方法を今喋るかというと、昨日の夜、あ、これだと思って気づいたんで、まあ、早速シェアさせていただきたいという感じですね。じゃあちょっと復習になるんですけども、潜在意識って何でしょうかって話です。はい、意識があって潜在意識があって、でよくある説明なんですけども、意識がまあその氷山だったら先っぽの水面出てる 3% ぐらいで、で本来潜在意識っていうのはその水面下にある 97% ぐらい ですごい力を持ってるんだって話ですね。意識でどんなに願望とか夢を語ろうとしても、潜在意識がそれをOK してないと現実でありませんよって話です。なのでよく成功哲学とかアメリカ式の願望実現プログラムでは、潜在意識にまあインプットするような方法をいろいろと提案してるわけですね。その中では前回の、ね、動画でも言ったかもしれませんが、もうイエス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 みたいな感じで、すげえそのハイテンションで叩き込むという方法ですね。まあ、僕もそのアメリカ式の自己啓発セミナー何回も言ってるんですよね。例えばそのアンスリー・ロビンズっていう本家本元から、まあ、日本ではジェームス・スキナーさんとかですね、その流れを組むマイケル・ボルドックさんとかですね、まあ、いろんな方いらっしゃるわけですよ。で、まあ、大体それでイエスイエスイエスっていう感じで、まあ、その高揚するわけですね。例えば、まあ、よくそういうところに行くと、みんなでバーンとハイタッチしたりですね、もうハグし合ったり、でも時にはですね、もう涙を流しながらですね、もう俺の可能性っていうのはもうこんなもんじゃなかったんだとかね、ようやく自分の可能性に自分に出会えたって、うわーって涙流したりして、みんなでおめでとうイエスイエスってですね、すげえ感動するというね、まあ、そういう場面があるわけですよ。まあ、言ってる人は分かるかもしれませんし、言ってない人はそんな世界なんだと思ってもらえばいいと思います。で、僕はそういう世界が別に嫌いではないです。だけど一方でなんとなく傍観して客観的に見る部分もあるわけですね。というのはなんでかというと、それでイエスイエスとグワーッハイタッチしてハグしまくって涙流してもですね、家に帰ったら元に戻っちゃうんですよ。つまりそのセミナールームとかその会議場の非日常的な空間でどんなにスーパーマンになったとしてもですね、この住み着いた家にこの匂いとかですね、感覚が染み付いちゃってるわけですよ。で、入った瞬間に日常に戻るんだよね。だけども、まあ、その日ぐらいはいいかもしれないね。うわ、俺はなんかすげえ変わったんだと思ってさ。で、寝るでしょ。で、起きたら溶けちゃうんだよね。で、これが、まあ、ある意味、催眠と洗脳の違いっていうところあるわけ。で、催眠というのはもう3日、5日間、うわーってやりまくって、もう完全トランスに入ってるわけじゃないですか。で、俺は何でもできるスーパーマンなんだっていうですね、そういったその催眠に入るわけですよね。だけど催眠っていうのはね、寝たらね、元に戻っちゃうんだよね。で、それに対して洗脳というのは寝ても元に戻らないわけです。で、ずっと続くんですよね。そういった意味で、その、まあ、深さ程度の問題であるんだけども、まあ、3日間とか4日間の自己啓発セミナーぐらいで得られるのは、まあ、洗脳まではいかないわけです。でも洗脳というのは、もう生まれた時から、例えばその文化とか風習とかですね、習慣でずっと続いているようなものですね。そういうのは洗脳というふうに言ったりします。ただまあ我々はですね、少なからず洗脳はされてるんですよね。誰もがですね。じゃあ自分で心地いい洗脳かどうかっていうね、違いはあるかもしれない。例えば僕のその義理の父親はですね、まあ10年ぐらい前なんですけども、これよく話すんですが、こういうふうに言ってたらしいんですね。僕が会社辞める、会社辞めたから15年前か。その時に、ね、僕には直接言わずにですね、男は勤め上げて一人前だっていうですね、そういった価値観を持ってるみたいなんですよ。ですんで僕はまあ4年しか会社員してませんので、もうね、男として半人前だっていうことになるんでしょうが、で、今言ったような価値観っていうのは、まあ、ある種の洗脳なんですね。というのはやっぱりね、50年間、60年間、男はまず勤めて、その会社で40年とか、まあ、ね、自分の人生の大半を過ごして、そして定年で、おめでとうって言ってもらうのが、まあ、男の生き方だっていうふうに思ってる方は、まあ、そうなんでしょうね。うん。でも僕は、そんなこと全然思ってないわけですよ。
でもやっぱり同年代とかでもそういうふうに思ってる人がいるかもしれないと。で、それはある種の洗脳なんですよね。でもね、それは今、ね、僕はその相反する価値観ということで取り上げたんだけども、じゃあ僕自身はお金に関してね、もうお金があったらもうね、楽しいことばっかりだよっていうのも洗脳かもしれない。逆にお金はね、その悪い人が手にするものだっていうのも洗脳かもしれない。いろんなレベルで洗脳ってあるわけですよ。それはネタぐらいでは、要するに冷めないわけ。で、その洗脳っていうのが、今洗脳って言ったんだけどね、それは強いインプット、もう繰り返し繰り返し行われる強いインプットのことを、まあ、結果的に洗脳ってあるんだけども、僕は今46歳ですが、46年間いろんな価値観に洗脳されてきたわけですよ。だけど洗脳から、はって解けるっていう瞬間も、まあ、時々あるわけですね。例えば、今言ったように、会社勤めしてね、その定年まで勤め上げて男は一人前だっていうのは、ひょっとしたら僕はある一時期までそれを持っていたかもしれない。でもそれが解けた理由は何かというと、周りにそうじゃない人たちがいっぱいいるわけですよ。フリーランスですごく楽しそうにしているとか、ね、会社だけが、それに生活する手段じゃないっていうことを実際に見ているし、僕にとってそっちの方がね、快感なんですよね。どっちが快感か、どっちが不快かとですね、脳とか潜在意識は、快を求め、不快を避けるっていう原則がありますんで、僕にとって、会社勤めが快感であればそうなってたでしょう。だけど僕は、まあ幸いになることながら、会社勤めが結構苦しかったんですよ。だから不快だったわけですよ。じゃあそこで快感な生き方は何かなって言った時に、周りにこんなね、面白い生き方してる人いっぱいいるんだっていうところで、まあ、洗脳がガラガラ解けて、まあ、今の僕にとっては、まあ僕にとってですよ、ね、会社勤めをしている方が非常にリスクが高いと思ってるわけですよ。なぜかというと、これも一つの価値観で、ね、洗脳だと思うんですけども、なぜかというと僕勤めてないんで、どう転がろうが自分で何かができるわけですね。でも勤めている、ね、会社から給料もらっている限りは、会社が例えば潰れたり業績が悪化すると自分の生活がもろに影響されるわけでしょ。でそれはいつ来るとも限らないわけですよ。公務員だから上場企業だから安泰っていうのはもう今の時代は通じないと、まあまあ、よく言われる通りですけども、でもそういう、まあ、一見今は給料が毎月もらえて安定しているように見えるかもしれませんが、長い目で見てやら僕は非常に安定してるわけですよ。なぜならやろうと思ったことをパンってできるからです。この YouTube もそうですし、ブログもそうかもしれない。いろんなセミナーをやったり、いろいろ自転車乗り回す、外国に行く、そういうのも全て自分にとって自由のね、お金を稼ぐ、生活する上での自由をちゃんと行使してるってことです。会社に勤めてるとそれがないんですよね、あんまりね。それが非常に限られる、そういった意味では話長くなりましたけども、会社勤めしている方が僕はリスクがあるなっていう洗脳を受けてるわけですね。で、そうじゃない洗脳もあるかもしれない。で、どっち選びますかっていう話なんです。でも今この週動画を見てる人とかですね、おそらく僕のそのチャンネル登録をしている方は結構僕の価値観に近いと思います。だけど今は例えば会社勤めをしているとか、経済的にとか、まあ、いろんな意味で自由をそんなに満喫してない、どうすればいいんだろうかというところで、この動画のところにですね、ヒントを求めてるんじゃないかなと思います。で、そういった意味で今日また新しい方法を提案したいと思うんです。復習になりますが、潜在意識は安心安全求めますよね。ただ願望がなぜ叶わないかというと、願望そのものが自分にとって安心安全じゃないからなんです。変化したくないんです。人は現状が一番潜在意識にとって心地いいわけですよ。太っていようが痩せていようが、病気であろうが貧乏であろうが、自分にとって好ましいと思ってないこの状況がですね、潜在意識にとってはそれまでずっと続けている以上一番心地いいんですよ。さっき言った洗脳的な価値観もそうですよね。今までずっと会社勤めが男の勲章だというふうに思っている人にとって、その価値観をずっと維持することがとても心地いいんですよ。だけどそうじゃない人間が来ると、なんだこいつはというふうになるわけですね。まあ変な話、僕なんかが、まあおそらくね、その義理のお父さんから見たらそういうふうに思うかもしれないんだよね。言わないけどね、もちろんね、ちゃんと生活維持してますから言わないんだけども、でもなんでこういう遊んでばっかりいるような人間がねえ、なんでこいつはなんか悪いことをしてるんじゃないか、悪事に手を染めてるんじゃないかみたいな価値観に転化してしまうわけですよ。まあ実際の話さ、悪いことをしたり悪事に手を染めて生活がね、10年15年続きませんけどね、やっぱりね。まあこれはそういうのも価値観にずっと縛られていて、そうじゃないアウトロー、つまりエイリアンみたいな僕が来ると、あーっと思っちゃうわけですね。まあそれはそれで、でもね、お父さんお父さんで幸せにお孫さんたちと一緒に、お孫さんって俺の子供だけどね、生きてるんで、
俺はそれはいいと思うんだけど、でもどういった価値観を選択し、で自分が価値観とか、まあ、何かしらの洗脳を受けてるんだなということを客観的に認めることが大切かもしれない。もう一回話を戻しますと、潜在意識は安心安全を求めます。で、自分にとって違和感のあるものとか自分の、違うもの、明らかに違うもの、仮にそれが頭では望んでいていようが、それが明らかに自分のと違うものに対してはすごく反発を感じ、その時に体がすごくグーって硬直してしまうんですよ。潜在意識は身体であるということをここの動画でも何回も言ってます。じゃあそのね、緊張した体を緩めることこそが願望実現の近道であるという話もしているです。で、その方法として、その状態として、リラックスっていうふうに言ってますね。で、リラックスする方法は何か、一週間ぐらい前にお話したと思います。トイレに行って、ボーンって用を足している瞬間は体が嫌おうにもリラックスします。体が緊張していると固まっていると出るもん出ません。だから逆に言うと、出ている時っていうのはリラックスしているから、その時に、ある種の願望をイメージすれば叶いやすくなりますよっていう、こういったロジックをね、お話ししました。今日はですね、それに似たようなものなんですけども、昨日ブログを書いてね、すげえ分かったんですよ。何かって言ったらね、リラックス、夢を叶える、願いを叶える方法は、はい、ヘラヘラすることだなというふうに改めて気づいたんですよ。昨日ブログをバーって書いてました。で、自分の夢とか願望をですね、改めて書いてみたらですね、なんかすげえワク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 してきて、だんだん体がね、ヘロ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 ーってなってしまうわけなんですね。その状態っていうのが自分で非常に受け入れてる時なんですよ。もし願望とか夢を書いていて、それが今の自分と違う時にはすごい緊張するんですね。で、これ紙に書くという方法とかあるんだけども、まあセミナーなんかやってるとわかるんですよ。でも、あ、この人叶わないなっていう人の書き方はですね、ぐーって一生懸命書いてるんですね。もうめっちゃ一生懸命書いてるんですよ。でもね、もう筆圧もすごく強いしさ。で、そういう人は申し訳ないんですけども、あ、この人ちょっとまだまだ難しいのかなと思ってしまいます。でも叶う人は何かって言ったらさ、なんかヘラヘラ笑いながらさ、なんかもう当たり前のようにサラサラサラーと書いているんですよね。で、その違いがあるわけです。じゃあその自分がもしグーって硬直してさ、もう一生懸命書くタイプだなと思ったら、そこは自覚していいかもしれない。ね、じゃあ自覚して、じゃあそれをヘラヘラにするためにはどうしたらいいかって言ったらさ、もうこのままなんだよね。もうヘラヘラするしかないんだよ、やっぱりね。だから、夢を語ったり書いたり、なんか写真貼るにもそうなんかさ、人にはね、やっぱりね、笑いが大事なんだよね。さっきな、ぐーって書くっていう方法あるじゃないですか。書く状態ですね。それを深刻というわけです。もう深刻に願望を、要するに、願いたいと。ね、こうやってもうすごい、ストレスかけてさ、力んでるんですよ。で、その状態わかります？こうやってぐーって眉間に視野を寄せてさ、もうこういう顔してぐーって書いてる状況では、それはもう来るもの来ないですよ。だから、書くときはね、体の力抜いて、もう、って言いながら書かなきゃいけないんですよね。今ちょっとね、大げさにしたかもしれませんけども、それぐらいする必要があるんですね。で、自分にとってヘラヘラとは何かっていう状態、はい、それを再現してほしいわけですよ。もう多くの人はですね、願望実現してもなかなか叶えんしてですね、もうなんか、すげえ、深刻に書いてるんですね。だけど、これはどっかでも言ってると思うんですが、深刻ではなく、真剣にっていうのは違うんですね。真剣と深刻っていうのは、これね、石井博之さんという方が定義してるんですけども、深刻と真剣ってのは似てるんだけど全然違うんだと。深刻はね、その笑いがないと。真剣は、まあ、一見そのなんかすごく、ガーッとその集中してるようなんだけども、笑いがどっかにあるんですよね。スポーツでもそうですよ。真剣にスポーツね、やってる人は、やっぱりその、リラックスした、なんか笑いが生まれてるんだけども、深刻にスポーツしてる人はガチガチってイメージがあるわけじゃないですか。だから深刻は、まあ、言い換えるとストレスであり、真剣はリラックスというふうに言えるわけですね。で、真剣というのは、笑いがあるんで、ね、そのヘラヘラしてるわけです。じゃあ自分がもし深刻に物事を考えてるんだなと思ったらさ、意図的に体を変えるわけね。体を変えて、で、自分の願望とか夢をですね、これって言いながら書くんだよ。ね。もう、だから、もうデフォルメして、大げさでもいいんで、もう、って言いながら書くんですよ。ね。で、今のね、まあ、書いてもいいし、喋ってもいいし、うん、まあ、その、写真貼るとか、まあそういったいろんな願望実現の方法があるんで、それはまあ好きなやつやってもらってもいいと思うんですが、だけど、言ってることは、本質は同じなんですね。ヘラ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 、ヘラヘラしようっていうことなんだよね。
そういった意味でぜひヘラヘラしてください。僕も今少しデフォルメ気味に大げさ気味になったらさ、もう体がなうわーなって、もう俺何でもできそうな感じします。別に自己啓発してみないってうわーってハイタッチしてるのしなくてもですね、もう家に帰って深刻な 顔をしないですね、って言うだけで願いが叶いますんで、ぜひやってみてください。どうもありがとうございました。